ブランディスタの4本でございます。2023年9月期は新事業アクセルジャパンの開始によりまして、この第二四半期は好調に推移いたしました。好調要因につきましては、後ほど詳しくご説明をいたします。今後も事業規模の拡大と地域活性化に貢献できるよう、社員一同励んでまいります。それでは2023年9月期第二四半期の決算内容につきましてご説明をさせていただきます。 今期、第2四半期のトピックスでございます。全国の成長企業を対象としたアクセルジャパンでございますが、サービス開始から黒字化を達成いたしまして、第2四半期はさらに売上を伸ばしております。その結果、ブランチさ全体といたしましても、四半期、上半期ともに過去最高となる売上高、営業利益、経常利益を更新いたしました。第2四半期の 連結決算ハイライトはご覧の通りでございます前期と比較いたしましても大幅な増収増益となりましたこちらは四半期ごとの連結売上高営業利益の推移でございます新事業のアクセルジャパンが売上利益の拡大を牽引しておりまして好調に推移しております次に セグメント別の試案期推移でございますご覧のとおりでございますがアクセルジャパンの営業利益率が高いためですね連結の営業利益率も上昇しておりますそれでは各サービスにつきましてご説明をいたしますまずはメディア事業電子雑誌についてでございますメディア事業の売上高セグメント利益の推移でございます 自治体タイアップは引き続き好調に推移しておりまして、売上が増加いたしました。こちらはメディア事業の売上高の内訳でございます。観光需要の回復によりまして、旅色関連は増加傾向でございまして、前期と比較いたしまして23、23%アップとなりました。今後、観光、外食需要、インバウンドのさらなる回復によりまして、 当社の需要環境はますます改善されていくものと考えております。自治体タイアップの契約額と公開数の推移でございます。ご覧のように、すでにですね、前期1年間で獲得した契約額の約9割に到達いたしました。今後もさらに提案を強化いたしまして、過去最高を更新できるようにタイアップ数を増やしてまいります。 自治体タイアップの実施予定でございますが、ご覧のように全国31自治体が決定しております。本格的なインバウンドの回復を見据えまして、引き続き全国の自治体の PR を実施いたしまして、地域活性化に貢献してまいります。インバウンド需要に対応するための施策といたしまして、台湾の大手旅行代理店、五福旅行者と提携いたしました。 旅色に掲載中の飲食店やレジャー施設自治体の情報を渡航前に発信いたしまして旅色のクライアントを中心とした国内周遊を促進いたします旅色掲載中のクライアントの満足度の向上新規クライアントの獲得にもつながるこのようなインバウンド施策を展開してまいります次に非常に好調であるプロモーション支援事業アクセルジャパンについてご説明をいたします プロモーション支援事業の売上高、セグメント利益の推移でございます。事業開始から販売が好調に推移しておりまして、売上高は第一四半期と比較いたしましても、1.4倍と拡大いたしました。セグメント利益に関しましても、第一四半期はイベント開催などのですね、反則費が一時的に発生いたしましたが、第二四半期は減少したことによりまして、利益は3.7倍と大幅に増加。 利益率も約45%とこちらも大幅に上昇いたしました。ブランサーグループ連結におきましても大変大きな貢献となりまして中核事業に成長いたしました。好調要因をポイントごとにご説明をしたいと思いますけどもまず一つ目はですね2000年の創業以来20年以上使ってまいりました全国規模での自社営業スタッフによる プッシュ型の提案ノウハウがございます。企業の販売促進や EC サイト運営支援 iPad もなかった2007年からですね国内で唯一電子雑誌を立ち上げましてその広告掲載を促進とここ数年は多くの自治体とのタイアップを実現いたしましてその土地の魅力を発信してまいりました全国8拠点から当社の営業スタッフがですね一件一件、 直接訪問してご提案をすると人的資産を保有しております2つ目はキャスティングやクリエイティブのノウハウを有しているということでございます2007年から発行している電子雑誌ではですねこれまでに290名以上の映画やドラマの主役級の俳優の方々をキャスティングしておりまして国内にある芸能事務所との強固な関係を構築しておりますのでアクセルジャパンにおきましても 今後も続々とタレントのキャスティングが可能であります。また、クリエイティブにおきましても、出版社出身の編集者などですね、社内に50名以上の社員を配置しておりまして、撮影や制作、企画から運営に至るまでですね、社内でワンストップで完結できる体制が整っております。アクセルジャパンには、これまでの電子雑誌で培ったキャスティング、クリエイティブノウハウが活かされております。 校長要因のままとめでございます先ほどご説明いたしましたプッシュ型の提案力クリエイティブ力キャスティング力この3つのノウハウから生み出されました当社ならではの新事業ということでございます業者や業態を問わず活用ができるアクセルジャパンをですね日本全国の企業へ提案してまいりまして日本経済の発展に貢献してまいりたいと考えております 契約者数が好調に推移しておりますので、クライアントのニーズに合わせながらですね、アンバサダーを追加しておりまして、幅広い企業で活用しやすい素材を提供しております。今後も続々とアンバサダーを増やしていきたいと考えております。このアクセルジャパンは、経済産業省、中小企業庁にも採用いただきました。3月1日からは、全国の関連施設や公式サイト、 公式 YouTube でポスター、チラシ、動画の PR 活動を開始いたしました。中小企業庁は全国の中小企業を支援しておりますので、ご覧のような様々な告知物を活用いただくことによってですね、アクセルジャパンの認知拡大につながってまいります。それでは実際にひろみさんを活用いたしました、中小企業庁の動画の PR ツールを ご覧いただきます新規輸出1万社支援プログラム今こそ輸出にチャレンジ注目輸出を始めたいけど一歩踏み出せなくて迷っているそんなあなたに新規輸出1万社支援プログラムみんな知ってた例えば専門家による無料相談輸出の可能性から事業計画の策定まで何でも相談できちゃうんです これよくねそれから商品開発やプロモーションブランディングへの補助金もご用意あなたの商品を海外へアピールこれで解決ももちろん気になるししっかりササポートト海外 EC サイトを活用した支援プログラムご覧のようにひろみさんが動画に登場しておりますけどもアクセルジャパンの動画はですね事前にあらゆる企業に対応できる数十パターンの動画素材を撮影しております。 その企業がお持ちの動画とタレントの動画素材を編集いたしましてクライアント企業の動画として展開していただいておりますアクセルジャパンの動画の優位性についてでございますが動画広告市場は今後も拡大が予想されておりまして動画による PR の重要性が増しておりますけども当社のような動画サービスは他社では提供が少なくてですね 差別化につながっているということでございます。クライアント企業は、当社が提供するタレントの動画素材を活用することによってですね、動画広告による効果的なプロモーション、動画コンテンツによる企業ブランディングや採用活動が実現可能となっております。さらに、全国の多くの企業にですね、アクセルジャパンをご活用いただくためにですね、延べ3万人が来場いたしました。 日本最大のマーケティングの展示会へ出展を行いまして、来場者の方々へアクセルジャパンのご提案を実施いたしました。販売促進、マーケティング、宣伝などを担当する方がですね、多数ブースに来場されまして、大変盛況となりました。今後も様々な認知度向上に努めてまいりたいと考えております。来期を見据えた動きといたしまして、 新規クライアントの積極的な獲得を行いながら定期的なクライアントのフォローを実施しております初回の契約更新を迎えるクライアントの継続利用に向けまして万全のサポート体制を構築しております来期は既存クライアントの契約更新に加えまして新規クライアントの獲得が積み上がるより収益力の高い体制が実現いたしますさらに第2四半期からはですね アクセルジャパンの成長力をより高めるためにですね、自社営業スタッフによるプッシュ型の提案を強化しております。市場ニーズが高いアクセルジャパンをですね、全国の企業へ積極的に提案いたしまして、さらなる拡大を目指してまいります。次に、ソリューション事業についてご説明をいたします。ソリューション事業のメインサービス、EC サポートサービスは、豊富な実績と 経験がある当社担当がその企業の一員となってですね、毎月必要な業務を提供しながらですね、その企業の売上に貢献する定額制の運用代行サービスでございます。ご覧のように、堅実なビジネスモデルで業績も堅調に推移しております。売上高の内訳はご覧の通りでございます。EC サポート関連は堅調に推移ということでございまして、 今後も堅実な事業展開を行ってまいります。当社はこれまで EC サイト支援から始まりまして、電子脱出を中心に全国の宿泊施設、飲食店、さらには地方自治体の支援を行ってまいりました。今期からはアクセルジャパンを加えまして、中小企業全体の支援を実現しております。この3つの事業が密接に連携することによりまして、 当社事業のさらなる拡大と地域活性化に貢献してまいります。コネクトウィズコミュニティ私どもは地方創生、地域活性化にはなくてはならない会社といたしまして、皆様のご期待以上の業績を残していけるようにですね、社員一丸となってより一層頑張ってまいります。以上でございます。今後ともぜひブランチさスタにご期待ください。ありがとうございました。